い、クリムソン、開けてきたと思います。今日はですね、なんと、アーク2の最新情報が海外から入ってきてるんですが、まあ、やばい。かなりやばい状況になっているので、これをね、みんなと情報共有していきたいなと思っておりますが、アーク2マジで終わるかもしれん。いや、マジで本当にやばいっす。ということで、本日の目次はこちら、1つ目、ヴィンディーゼル。2つ目、アーク2のこれから。で、最後のそれを踏まえてですね、まとめやっていきたいと思います。で、まず1つ目に、ヴィンディーゼルについてなんだけど、ヴィンディーゼルに関しては、まあ、みんなね、知ってると思うんだけど、まあ、ワイルドスピードとか、まあ、そういうのに出てくる、筋肉ムキムキのスキンヘッドの、白人の人、まあ、すげえ有名だよね。まあ、ワイルドスピードがやっぱりね、代表作だと思うんだけど、めちゃくちゃ有名な海外のハリウッド俳優ですよっていう、そんな感じですね。で、この人めっちゃアーク好きなんね。で、アークをめちゃくちゃプレイしていた関係で、アーク運営ともなんか知り合ってというか、まあ、関係ができて、で、そこでなんとアーク2の総指揮を取ることになったんですね。総指揮を取っているという形なので、おそらく、まあ、なんか全てのなんか司令系統の一番上なのかな。総指揮っていうから、まあ、スピルバーグとかああいう人が映画とかでね、まあ、なんか総指揮みたいなのだったりやったりすると思うんだけど、その立ち位置的にね、まあ、なんだけど、まあ、総指揮官という形でヴィン・ディーゼルが今いますと。で、アーク2が、まあ、やっぱりヴィン・ディーゼルとかの知名度によって支えられてて、で、ヴィン・ディーゼルがアーク2の主人公のモデルになってて、まあ、アーク2のね、トレーラームービー見てもらえば分かるんだけど、思いっきりヴィン・ディーゼルなのねっていう感じなので、そこら辺を考えるとかなりですね、ヴィン・ディーゼルが、ちょっと待って、なんで俺のこと置いてくの、サーベルタイガーが帰っちゃった、あっていう感じで、まあ、とりあえずなんだけど、俺はサーベルタイガーに見捨てられたんだけど、まあ、ヴィン・ディーゼルっていうのはアーク2で主人公もやるし、で、あとは、あ、帰ってきた。やっぱり、総指揮官という立ち位置もあるし、アーク2自体がやっぱり、まあ、アークっていうちっちゃい会社が大きくなって、アークでね、有名になって、そっから次回作のアーク2を、ヴィン・ディーゼルと一緒にですね、やるっていう形で、ヴィン・ディーゼルの力を借りて、まあ、10年前まではちっちゃい会社だったものが、結構大きいアーク2という大作に挑んでるという形で、まあ、アーク2は出るか出ないか分かんないんだけど、なんか、デルデル詐欺一緒やってるから、はい。なんだけど、一応ヴィン・ディーゼルっていうね、そのハリウッド俳優と、あとアークっていうね、この立ち位置、どういう関係かっていうと、そんな感じ。もともとアークファンで、そこからアーク2の指揮を取るようになって、で、アーク2の総指揮のなんていうの立場に行って、めちゃくちゃ大事なポジションにいる。しかも主人公のモデリングもヴィン・ディーゼルがやってますっていう形なんですよ。なので、この状況でなんとヴィン・ディーゼル性犯罪で訴えられました。やばすぎる、やばすぎる、これちょっとやばいんですよね。なので今これによって一番でっかい中央の歯車がアーク2から外されようとする可能性っていうか、壊れようとしている可能性があって、めちゃくちゃやべえぞって話です。で、これ何やらかしたかっていうと、海外からのエンタメニュースなんだけど、2010年の秋頃の話なんだけど、ファーストファイムっていうなんか映画かなんかなのかな、撮影中になんかヴィン・ディーゼルって自分の会社を持ってるらしいんだよね、制作会社を。で、その社員の若い女の子に手を出したと。で、それが無理やりだったという形で、まあ、なんかそのなんか被害者の女の子はなんかハリウッドに出てきて、で、女優になりたいっていう感じだったから、まあ、なんていうの、よくあるパワハラみたいな感じの延長線上でセクハラがもう行き過ぎて、もう最終的に、なんていうんですかね、性犯罪まで行ってしまったみたいなので、まあ、なんか訴えられてるっていう感じなんですね。で、なので、ここで結構ですね、海外というかアメリカのね、ノリっていうのは、こういうのガチ許されないんだよね。マジ許されないから、結構やばいよねっていう形の話なんですよね、今回。で、さっきも言ったけど、アーク2の総指揮を取ってて、アーク2の主人公のモデリングのムービーももうできてて、もう中央にヴィン・ディーゼルがいるんですよ。っていうところで、ヴィン・ディーゼル、こっから、消えるんっていう話でなってます。で、まあ、どうせまたなんか売名行為とかでなんか訴えられたんじゃないのとか、まあ、いろいろ話あると思うけど、まだ裁判が始まったばっかりだから分かんないから、これに関しては白黒どうなってるかっていうのは、本当に今の時点では分かんない。言いようがないんだけど、なんだけど、一つだけ事例が、めちゃくちゃ似てる事例があるんだけど、みんなファンタビって見たことあるかな？ハリーポッターの関連の作品なんだけど、ファンタビで、ジョニー・デップからマッツ・ミケルセンに、敵型の主人公みたいな方のやつが変わったじゃん。で、
このなんでジョニー・デップからマッツ・ミケルセンに変わったかっていうと、ジョニー・デップがその頃結婚してた相手がな、まあ、元奥さんから DV で訴えられたのね。でこれ最終的に結論言うと、ジョニー・デップの濡れ衣でジョニー・デップを使った売名みたいな感じだったんですよ、その時の。まあ元ガールフレンドか元奥さんかちょっと忘れたけどっていう感じになったんだけど、まあその頃から正直裁判が起きた当初から、まあ俺ジョニー・デップ結構好きだし、まあまあなんか見かけたらね、ニュースを見かけたら、まあ読んでたりしてたんだよね、記事を。でその内容だと、まあその裁判が起きた当初から明らかにちょっと疑わしかったんだよね。なんだけど、まあ結局ファンタビは降ろされたっていう感じなのね。なので、まあ、結構さ、今ディズニーとかも、まあ、最近ちょっと反省してましたとか言ったけど、結局その LGBT とか、あとはなんかそういう人権系とか、なんかなんていうの、まあ、変なと言っちゃあれなんですけど、そういったものにすげえ敏感なのね、今の世の中って。っていうことはよ、どうなるのって話なので、次の項目のアーク2のこれからっていう形になっていきたいんですけど、アーク2さ、こっから起用し続けるっていうのは、まあなかなかこれ厳しくないっていう話になるんじゃないかなっていうのが正直な話で、まあ、記事を一応俺は読んでみたんだけど、まあ、正直ちょっとね、分かりかねるっていう部分も多かった。判断つきづらいねっていう。なんだけど、まあ、さっきも言ったんだけど、まあ、ジョニー・デップの話をすると、まあ、明らかにその、なんて言うんだろうな、訴えられましたという事実がある以上、あなたは DV をやっている可能性がある、まあ、女の敵の可能性がありますっていうことでファンタビ外されたのね。っていうのを考えると、マジでその時俺結構うわーって話題になったから覚えてるけど、うわこの女怪しいってなったから、マジで、いや売名かもしれんなっていう風に。もちろんやられてたら本当にかわいそうなんだけど、ただマジ怪しかったのねそれでもなおマッツ・ミケルセンに変わったから、そこ考えると、まあやっぱり今回ヴィン・ディーゼルを多分、まあ、アメリカだからね、同じアメリカの話だから、ワイルドカードもヴィン・ディーゼルもアメリカを舞台に、なんていうの、働いてるっていうか、ハリウッドもアメリカだし、ワイルドカードっていう会社もアメリカに存在するので、そのアメリカという国の、まあ、全体的な流れからすると、ここを、まあ、厳しくないっていう話になるんだよね。でさっきも言ったけど、この中央の一番でっかい歯車もう本当にもう根幹をなすめちゃくちゃでかい歯車のこのヴィン・ディーゼルがもし外れたとすると、本当にアーク2終わりだぜで逆に言うと、もしここでアーク2がヴィン・ディーゼルを起用し続けても、アメリカの、まあ結局アークって世界中で何千万本単位でゲームが売れてて、くっそ有名なのね、世界中のゲーマーで。でその大半は英語圏とか、まあ、結構欧米の人たちなんですよ。でそこのコミュニティに対して多分めちゃくちゃ反感買うのね。まあもともと ASA で今の時点でね、2023年の炎上に次ぐ炎上で、まあ相当反感は買ってるんだけど、そこの反感とはまた別軸な感じなんだよね。なんて言うんだろうな、2023年の炎上の事件っていうのは、まあちょっとその説明が難しいんだけど、まだその許せる範囲の、なんていうかな、夫婦喧嘩とか恋人間の喧嘩とか友達との喧嘩とか、そのなんて言うんだろうな、そのもう別れるっていう、もうなんていうの、離婚するみたいな話の喧嘩じゃないのね。まあそのレベルまで行っちゃった人ももちろんいたりもするんだけど、まあ、結構ね、まだ ASA 結局遊んでる人も多いし、俺もだって普通に遊んでてウィーってやって恐竜テームするぜとかやってるわけなんですよ。なので別になんか最悪や、もうアーク一生やらんわみたいな感じにはなってないけど、まあ燃えてるみたいな感じになっているので、それとは種類が違うのね、今回のヴィン・ディーゼルの話は。なのでさすがにそれはまあ、夫婦だったら離婚するレベルとか、恋人だったら別れるレベルとか、友達だったらもう絶縁するレベルになるんじゃないかなっていうか、なる可能性がかなり高いっていうのも、まあ、さっきの話に戻るんだけど、なんで結構怪しい状況だったのに、白黒かなりグレーで、なんなら世論的には結構ジョニー・デップ擁護されてたのに、なんでジョニー・デップは降ろされたのか、ファンタビからっていうね話になるわけなんですよ。なのでここら辺がね、まあ、結構世の中の流れ的に、特に一番ね母数を持つ英語圏の
話的には厳しいかなっていう形にはなってるんだよね。なのでまあそういった部分で結構ですね、まあ難しいね判断をワイルドカードは迫られてる今っていうような状況です。でちなみになんだけど、そのファンタビの時は確かワーナーかなんかが判断をしたっていう風に記事でよく書かれてたんだけど、ワーナーってまあ要するにめちゃくちゃでかい、まあその映像系のあの会社の一つなわけなんですね。なので最近なんですけど、アークって結構その 3D モデリングとか画像系をハリウッド系のね会社に、なんだっけ、ジェームズ・キャメロンだっけ、なんか、まあ、なんかのすごい有名な映画監督の関連会社とかのなんていうの、モデリングとかグラフィック系の会社と一緒に協力したりしてるんですよ。なのでそこら辺も考えると、やっぱりそのワーナーとかそっち系の、まあなんていうんだろうな、ハリウッド系の、まあ、会社ともつながってたりすると、やっぱりその中の流れのコミュニティのルールの基準に従わないといけないっていうのがあるので、まあ、かなりですね、ウィン・ディーゼルは今不利な状況に陥ってるんじゃないのかなっていう風な形で思ってますね。相当不利な状況、まだどっちに転ぶか分かんないからあれなんだけど、まあ、結構難しい状況になってるんだよね。で、まあヴィン・ディーゼルも多分同じような感じで裁判になると思うんだけど、まあ、ジョニー・デップの時もそうだけど、結局何年間かかかるわけよ、判決が出るまでっていうので、非常にね、まあ難しいんですよね。まあなんかその内容を見ても、なんか不当解雇の腹いせにセクハラって言ってる可能性もあるんだよね。から正直本当にヴィン・ディーゼルがその足元見て、まあなんか大物になりたいんやろ、わしの言うこと聞くやグヘヘみたいな悪代官みたいなムーブをかましたのかもしれんし、そこはねマジで分かんないんだけど、ただまあやっぱりね、アーク2のこれからとしてはマジでなんかね、やばいって感じっていうか、アーク2呪われてるんじゃないかって感じです、本当に。アーク2には逆風しか起きないっていうね感じですね、なんかね、はい。ということで今日のねまとめを最後にしていきたいと思います。でまとめとしてはね、ヴィン・ディーゼルが元、社員の女の子から訴えられたと。でしかも、まあ性的暴行みたいな性的被害で訴えられたと。一番世の中がざわつく内容で訴えられたと。で、内容としてはヴィン・ディーゼルは完全に否定してます。でまあただ裁判にはなるでしょうと。でこっから の動きとしては、まあ、やっぱりファンタビとかを見ると、まあ、その疑いの時点で裁判がもう始まりますっていう時点で、ちょっとこれ以上難しいよねっていうので、まあ、ジョニー・デップは切られたと。でそれを考えると、同じアメリカの風潮っていうか、まあ、その同じ国の、まあ、エンタメの会社としては、まあ、ここで、まあ、世論 の流れを組むと先に、まあでまあ、これって結局ジョニー・デップがその当時、まあ、なんか優勢だったけどでも結局もし本当にジョニー・デップやってたらやばくないってなったんだよね。結局そのもしかして 1% でも可能性としてあった時に、ファンタビっていう作品がそれを知った上でやってたっていうことになると、それってもう終わりじゃない、そのコンテンツっていう風な形で見られちゃうっていうか扱われるから、もうそのリスクは 1% もそのリスクを負うことができないっていう判断なのね。なので今全く同じ状況じゃない、ヴィン・ディーゼルとアークツで、まあヴィン・ディーゼルとジョニー・デップの違いとしては、まあジョニー・デップはまあ一応メインのキャラクターの一人ではあったんだけど、まあそれでも主人公ではないじゃん。主人公はさ、いろんなさ、生物を召喚する召喚師みたいなイケメンじゃん、若い。なので人でもなかったし、そのなんていうの、映画でいうと監督みたいな総指揮を取ってる人でもなかったんだけど、アークツのまずいところは主人公兼総指揮官っていうところなんだよね。ここがマジでどれだけ響くかっていう形。めちゃくちゃヴィン・ディーゼルを押しまくって、うちはハリウッド俳優使ってる最新ゲームだぜみたいな感じだったのが、急にトーン低くなるみたいな、あれやばいどうしようみたいな感じになってるから、ちょっとねぜひみんなのね意見も聞かせていただければっていう感じで、ちょっと日本ではねあんまり出てないニュースではあるので、ぜひね英語詳しい人とかは、まあ、なんか英語で面白い記事あったよとか、こういう情報とかこういう見方あったよっていうのがあれば、ぜひ教えていただければ嬉しいなって感じで、ちょっとね今回危険が危なそうな匂いがしている今日この頃なんですけど、まあ、どうなるかは分かんないので、ぜひね
ちょっと見守っていきたいなっていう感じなんですけど、まあでもこれぶっちゃけそもそもアーク2なんて一生出ないんじゃねって思われてるし、これを口実にアーク2の開発の中止をヴィン・ディーゼルのせいに 100% して、うわーマジかアーク2来年出そうと思ってたのに、あっちゃーヴィン・ディーゼル、あっちゃーヴィン・ディーゼルっていう感じで、ドリーが明らかにヴィン・ディーゼルのせいにして辞めるかもしれません。あっちゃーとか言ってね、あー本当は出せたのにのーっつって、いやお前絶対嘘やろみたいな、お前絶対オープニングすら作れてないやろみたいなっていう感じかもしれないんですけど、まあそんな感じでちょっとね、かなりもともとね、もともとアーク2なんてもう一生出らんやろみたいな感じの超不利な状況がもっと不利な状況になったということで、まあここでアーク2がヴィン・ディーゼルを使い続けると、まあ、やっぱり英語圏のコミュニティにめちゃくちゃ反感買ってしまう可能性もあるし、でこれ万が一もしね、もしここでヴィン・ディーゼルがなんていうの、黒になった場合は相当なダメージが、やばいぐらいのダメージがいくから、もし起用し続けてたらねっていうことになるので、まあリスクヘッジとしてはワーナーみたいにファンタビからジョニー・デップを降板させたような形でやるしかないんじゃないかなっていう風な形しかないんだよねこれ。まあ、結局もしこれがジョニー・デップが白だったじゃん、だからなんで降板させたんで意味なかったじゃんっていう話じゃないんだよね。これはさっきも言ったけど、結局 1% でももし黒という可能性があるのであれば訴えられている以上ね、なのでそのリスクを背負うわけにはいけないんだよね。まあ映画もゲームも一緒でさ、制作人っていうのがいて、まあ出てる人、開発してる人、いろんな人がいるから、そいつら全員の生活を担ってるとか背負ってるし、でコミュニティの期待全部も背負ってるから、なのでその一人のリスクを許容すると、そこに関係する全員が不幸になる可能性があるので、じゃあその不幸になる可能性はさすがにあまりにもリスクが大きいから、もし 1% だったとしてもね、なのでまあちょっと申し訳ないけどっていう感じになる可能性がかなり高いよねっていうので、まあちょっとどうなるかは分からん、正直ね、なんだけどかなり繊細な情報っていうか、その内容になってるので、まあ今後ね、みんなで見守っていきたいなっていう感じで、今日はですね、アーク2マジやべえっていう、俺はこれを聞いて結構なんて言うんだろうな、危機感がマックスだった、うわえぐみたいな、これマジアーク2終わったかもしれんぞっていうところになるね、可能性秘めてるので、ぜひね、皆さんも注意して、ニュースとかヴィン・ディーゼルの名前出たら、まあ、気にしていただけると、まあ、アーク2のね内容が、まあ、もうちょっとですね、なんか何か出た際は、まあ、みんなでまたね、いろいろああだこうだ言えればいいんじゃないかなというところで、アーク2の無事をお祈りしておりますという感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。はいという感じで、 KTR ゲーミングでですね、 ASE の頃からアークの動画結構出してまして、で今後もね ASA の動画含めですね、いろんなねアーク関連の動画出していく予定なんで、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価で応援していただけると嬉しいです。でさらにですね、生放送も結構やってまして、2年以上ね自分でサーバー立ててですね、非公式サーバーを借りて参加型という形でですね、みんなとね20-30人ぐらいの人数でですね、攻略とかいろいろね、建築とかいろいろやって遊んでますので、ぜひね生放送の方ですね、21時から金曜日土曜日やってますので、見ていただければ嬉しいです。で一応年末はね30、31、1日と生放送をね朝昼夜めっちゃやろうかなと思ってますので、まあ去年やったみたいな感じで、まあ年末特番みたいな感じで時間があったら見ていただければ嬉しいなって感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。